次に委員各位による自由討議に入ります。本日の審査会におきましては、この論点を 第一に現行の地方自治の規定を充実させる必要性、地方自治の 本旨の明確化、国と地方の権限の在り方および道州制の導入に関する論点、第二に条例制定権および地方財政に関する論点、第三に地方公共団体の組織機構の在り方、定住外国人の地方参政権および特別法の住民投票に関する論点、並びに第一および第二で議論の対象としていない論点の3つに分類をいたします。なお、この3つの論点の分類はあくまでも目安でありますので、各委員の発言がその他の論点に及ぶことは結構であります。発言を希望される委員はお手元にあるネームプレートをお立ていただき、会長の指名を受けた後ご発言ください。発言が終わりましたらネームプレートは元へ戻していただきますようにお願いをいたします。それでは、発言は自席から着席のままで結構です。また発言の際には所属会派及び氏名をお述べいただきますようにお願いいたします。なお、幹事会の協議によりまして、1回あたりの発言時間は5分以内といたしたく存じます。委員各位のご協力をお願いいたします。発言時間の経過につきましては、終了時間1分前および終了時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。それでは、現行の地方自治の規定を充実させる必要性、地方自治の本旨の明確化、国と地方の権限の在り方および道州制の導入に関する論点について、発言を希望される委員はネームプレートをお立てください。内閣船田委員、お願いいたします。会長、自由民主党の船田はじめでございます。この地方自治に関する、憲法の規定でございますが、地方自治の重要性に鑑みても、現行憲法では、4か条しかございません。これはあまりにも簡素すぎるのではないかというふうに思っております。条項が多い少ないということだけで、議論するつもりはございませんが、やはり基本的に、この4か条では少ないということが私の認識でございます。そこで具体的に申し上げますと、これは92条に関係するものでありますが、地方自治の本旨、これが従来からその意味するところ、これが曖昧であるということで、従来から指摘をされてまいりました。もちろん、学説的に言っても、また実際の、行政の部分におきましても、この地方自治の本旨は、まず住民自治、住民が自ら、を治めていくという、これが根本にあり、そして、住民が、それぞれ自治を行うというのが大変、難しいのであれば、その地方の団体に委ねるという団体自治というものがその次にあります。この住民自治、そして団体自治という考え方を、これを地方自治の本旨であるということで憲法に明記する必要があるのではないかというふうに思っております。次に、国と地方の権限の在り方も、これもやはりきちんと書いておく必要があると思っております。いわゆるこの補完性の原則ということでありますが、地方公共団体、いわゆる団体自治におけるその主役である地方公共団体が、やはり地域の自治をまずきちんと行うということ、そして国はそれを補完するという形で協力をする、こういう順番でこの権限の在り方を明確に整理して書いておく必要がある。このように思っております。
そして3つ目に同州制の導入についてであります。我々自由民主党としましては同州制の導入を、前回の公約によりますと5年後の導入を目指しまして努力をしようと、このようなことで党内の議論を進めている状況でございます。ただこの同州制の導入そのものにおいては現行憲法においても導入することは可能であるとは考えておりますが、ただ現状では地方自治体の種類が明記をされておりません。私は少なくともいわゆる二層構造、すなわち広域の地方自治体と、そして基礎的な地方自治体、広域というのはこれから導入されるであろう同州、あるいはそれに類するもの、そして基礎的地方自治体としては現行の市町村、あるいは今後合併があるかないかは分かりませんけれども、合併された後の市町村ということで二層構造というものをはっきり示しておくということが同州制の導入にスムーズに移行できる土壌ができるのではないかと、このように考えております。以上でございます。はい、ありがとうございました。他にご発言ご希望ございませんか。はい、竹政委員。はい、民主党の竹政浩二でございます。先ほど大島委員が述べましたように民主党は連邦制は取らず、単一国家ということをまず語った上で補完性の原則、これを憲法上もしっかり明記をしていくべきだという立場でございます。そうした中で、2009年、文献調査会という、党の方でまとめた中でも、この基礎的自治体重視の地域試験を推進するという立場から、この、都道府県の役割を5年10年後には現在の3分の1、2分の1に縮小していくというような方向性を出しております。その後そうしたことの検討もしつつ政権を担う中でまずは一括交付金化、これが平成22年度23年度と予算措置をいたしました。当初は都道府県、そしてそれを政令市への拡大をしたわけでございます。合わせて出先機関の原則廃止ということで取り組みまして、昨年11月閣議決定に至っております。その受け皿としては広域連合と、都道府県による広域連合という形での移行を目指したものでございます。同州制については先ほど大島委員が触れましたようにそれも選択肢のうちの一つということでありますが、あくまで基礎自治体重視ということで臨んでおりますのは、一番住民に身近な自治体がやはり国民主権の観点からその国民の参加、あるいはその行政のチェック、こういったことが働くという考え方からでございます。また同州制の議論も当然起きているわけでございますが、やはりこのまず国の内閣法や国家行政組織法にありますような各省各庁大臣による分担管理、これにやはり横串を入れずして、それをまた先に同州に同じように渡してしまいますと、ミニ霞が関が全国に点在をするという恐れがございます。やはりこの各省各庁の分担管理に横串を入れるという、これは統治機構の見直しにもつながろうかと思いますが、こうしたことがやはりまず行われる必要があるのではないかというふうに考えるところでございます。出先機関の原則廃止では、すでにハローワークにつきましては特区ということで佐賀市さいたま市で実現をしていることや、あるいはまた給食情報、職を求める情報について厚生労働省から地方自治体への提供などが行われております。こうした地方分権地域試験改革、これは国のみが一方的に決めてそれが実現できるものではございません。この間も都道府県市町村からさまざまなご意見があり、国と地方の協議の場を通じ丁寧なそうした議論をしていかなければ一方的に進められるものではないことはご承知のとおりでございます。
そうした普段の取り組みにおいて進めていくということが必要、肝要かと存じます。以上です。ありがとうございました。次に松並健太君。ありがとうございます。であと法制局に2点ほど確認をしたいと思います。まあ、我が党もですね、この特に道州制においてこの二層制の部分なんですけれども、まあ、これを明記するということは大事だと思います。でただですね、現行憲法では、まあ地方公共団体はですね、まあ、例えば東京都は前回の平成12年施行ですか、地方分権推進一括法が通るまではですね、東京23区は内部団体であってですね、まあ、必ずしも基礎自治体とそれから都道府県が完全に二層制であったということは言えないとは思うんですが、これを二層制といった場合にですね、例えば自由民主党の道州制第3次中間報告の中では東京都においてはまだこれからの議論を要するというふうにあります。まあ、これは今後の議論に委ねるとするんですけれども、まあ、もしですね、東京23区ではなくて東京のまあよくあるのは、中心の千代田区とか中央区とか港区、この3区で、まあ、テロが起きても東京を今消防庁に、お願いをすると、まあ、この国会でもテロがあればですね、東京警視庁と東京消防庁に、守っていただくということになるんですが、まあ、よくあるのはワシントン DC のように独立化をさせるというような議論もあります。もしこれ二層制というふうにここで規定してしまった場合にですね、果たしてこの首都の中で一部をですね、特にこの国会周辺などをなんと言いますか、独立させて、そのワシントン DC のようにすることができるのかどうかということに関する見解が一件、そしてまたあと2点目は感じの条例制定権なんですけれども、まあ、今までの議論もずっと地方分権の世界では上書き権とかそういうのが言われてきて、まあ、これが全然通らないと、まあ、当たり前でありまして、今までの発想の中でですね、上書き権を考えててもですね、これはダブルのは当たり前で、まあ、私たちは今回初めてですね、補完性の原則に基づいてですね、先ほど申し上げました道州の専属的優先的な立法権限を認める領域については別に法律で定める旨を明記すると、つまり住み分けた方がいいんじゃないかと、上書きばっかりじゃなくてこういう新しい発想でですね、国はここは道州やってくださいと、ここは国がやりますということをですね、法律で分けていけば道州制を導入してもですね、それがだん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 と最初はこの分野は道州に委ねます、そしてさらに道州制が成熟した段階でこれを法律でですね、広げていくというようなことを我々考えているんですけれども、この条例制定権について私たちの考え方、これは憲法上大丈夫なのかということを41条にも絡めて伺います。内閣、法制局立花部長。松並先生、ご質問ありがとうございます。いずれも大変難しい問題であるとは存じますが、まず第一点の二層制と特別区に関する問題であるかと存じます。憲法上二層制を明確に規定した場合に、特別区のようないわゆる基礎自治体と必ずしも現行上解釈されていない、そういう団体を認めることができるかというのはかなり難しくなるとは存じます。先ほどご紹介申し上げましたように、現行の日本国憲法の解釈としては、広域自治体を認めるかどうかについては立法政策上の問題であるとする政府解釈があるぐらいですから、特別区については、特別区の区民の人たちについては東京都というそういう憲法上の地方公共団体があるだけだという解釈が、まあ、導き出される余地があるということになると思います。もちろん学説上はこれは特別区内に住んでいる人と特別区外に住んでいる人との関係で非常に問題が大きいというご指摘もあるところでありますけれども、さて元に戻りまして、例えば先ほど自由民主党の憲法改正草案についても言及されながらの議論であったかと存じますが、自由民主党の憲法改正草案の解釈については私は全く有権解釈するような立場にも権限もございませんが、条文として例えば読ませていただきますと、地方自治体は基礎自治体とこれを包括する広域自治体とすることを基本としというふうに書いておられます。そうすると、この文言上だけですけれども、自由民主党の先生方におかれたこの改定、改、
改憲草案の中身においては、このとするというふうに言い切らない、基本としという中で、さまざまなその憲法政策が盛り込まれているのだというふうに拝察するところでございます。もう一点、先生が先ほどご提案されました、同州の条例制定権の拡充に関するご議論では、同州の専属的優先的な立法権を認める旨憲法に明記するのではなくて、認める領域については別に法律で定める旨、憲法に明記するのだと、この政策的な是非については私論評する立場にありませんが、このような憲法に対する規定の仕方は、一つのご見識であるとは思います。これは41条に規定する41条を堅持されるのであれば、国会が唯一のその国における立法機関であるという、国会の立法権限を現在通り、あるいは現在とほぼ変わらないまま認めた上で、その上で同州の自治立法権の範囲をできるだけ広範に認めようとするお立場と拝察されるからです。もちろんこれに対しては、それでは結局は法律の留保付きの自治立法権であって、同州の従前なる完全なるその立法権限は保障されていないじゃないかと、結局国会の立法の傘の下じゃないのかという反論は当然あり得ると思います。ただ現在と違うのは、現在の憲法解釈と先生のご提言が違うのは、国会が唯一の立法機関であるという現行憲法の下では、国会は条例に対してでも政令に対してでも個別具体的な形での委任はできますけれども、白紙的な委任はできないと解釈されています。それは、国会が自ら憲法によって与えられた立法権を放棄してしまうことになってしまうからだと。これを憲法で ある領域を一定限こう確定したりすれば、そこは丸ごと自治条例に自治立法に任せることができるのだとするところは、自治立法に任せることができるんだとする点においては、かなり、幅広い委任立法、委任条例への委任立法が認められるのかと思います。先ほど私の発言の中で、特別区は基礎自治体と解釈されていないとの趣旨の言及がありましたけれども、憲法上の地方公共団体ではないという意味で、地方自治法上は基礎的な公共団体であるというふうに先生ご提言のようにご発言のように、規定されておりますので、その点は修正させていただきます。ありがとうございました。他にご発言ありますか。笠井さんどうぞ。会長、日本共産党の笠井明です。今日の審査会も設定についてはいろいろ議論が日程の調整あったと思うんですけれども、私知っている限りは午前中そんなに他の委員会とダブっている状況じゃないと思うんですね。参議院予算委員会やったりはしていると思うんですけれども、でちょっと自民党の一番開催しようと言って言われている自民党が相当空席があると、私そんなことはちょっと僭越かもしれませんが、ちょっとそういう状況で自民党の幹事の方もお二人しか座ってらっしゃらないという、こういう状況で毎回この大事な憲法の問題について議論をやるっていうのがいいのかっていうのはちょっとね、改めてこの後幹事会もあると思うんですけれども、無理ならば日程設定するのをやめた方がいいと思うんですよ。ちょっとそこのところは会長は改めて後でまた協議の中でよろしくお願いしたいと思います。一点だけですが、憲法の地方自治の主張が簡素すぎると、あるいは地方自治の本旨の規定は抽象的だからということで、住民自治団体自治での具体的な規定を明記すべきとの主張が、出されておりましたけれども、私は現実の地方自治にとって何が問題があるのかということは率直に申し上げたいと思うんです。で、地方自治の本旨については地方自治、住民自治団体自治をその内容としていることはもう当たり前になっております。で、住民自治というのは、地方自治はその地域社会の住民の意思によって行われるべきということであって、団体自治というのは地方自治は国から独立した地域社会自らの団体によって行われるべきということであって、憲法93条、94条、95条の規定や地方自治をはじめとした法律制度によってその具体化実質化が図られてきたということだと思うんです。だからその憲法の規定が抽象的だから地方自治がうまくいかないっていう声はおよそ地方の現場からも聞いたことがありません。
問題は地方自治の原則をないがしろにしてきた歴代の政治人こそあって、憲法に基づいてそれを正すことが大事じゃないかと。だから憲法8章においてもですね、この憲法のこの8章の各条項の厳格な実施こそ必要で、改憲は必要ないということを申し上げていきたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。ただいまのご発言中、出席者の件につきましては十分に与党側に喚起をいたしておきたいと思います。それでは他にご発言ありますか。なければ次の論点に移りたいと思います。次に条例制定権及び地方財政に関する論点について発言を希望される委員はネームプレートをお立てください。はい、小池委員どうぞ。あ、すみません。1のですね、道州制について最後に1点だけ確認をさせてください。自民党さんがですね、これから道州制の、進めていくという法案も、準備されて党内で議論されているということで、その方針、また党内の議論についてお聞きさせていただきたいんですが、道州制をですね、地方公共団体の一つとして、認めるかどうか、またその際にですね、地方公共団体という形であれば、その長をですね、住民の直接選挙で選ぶということになると思うんですが、この党審査会でもですね、首相公選制の際に、いろんな議論が行われまして、ねじれの問題ですとか、また独裁制の問題等のですね、議論があった際に、同じようなですね、中身の議論というのがおそらく党内でも行われたのではないかと思うんですけれども、その点についてもしお聞かせいただければと思います。船田委員お願いいたします。今小池委員から、ご質問いただきました。我が自民党の中での、道州制の検討でございますが、もちろんまだ案という段階で、動いているわけでありますが、これまで私が把握しておりますことを申し上げますと、やはり道州、これについては広域の地方自治体の一形態であると、典型的な形態であるということで位置づけようといたしております。それから道州のその首長ですね、首長につきましては、これは都道府県の知事と同様にですね、地域住民の公選によって選出されたものがその首長に当たると、こういうことで基本的には議論はほぼ集約されていると、このように感じております。ありがとうございました。他にご発言ございますか。ただいま条例制定権及び地方財政に関する論点についてのご発言を求めておりますが、なければ次の論点に移りたいと思います。次は地方公共団体の組織機構のあり方、定住外国人の地方参政権及び特別法の住民投票に関する論点、並びにこれまでに議論の対象としていない論点についてご発言を希望される委員はネームプレートをお立てください。はい、古川委員どうぞ。民主党の古川元久でございます。私は地方公共団体の組織機構のあり方について一言申し上げたいと思います。先ほど我が党の大島委員からも、我が党としてはですね、人間代表制以外の議員内閣制であるとかシティマネージャー制度等の導入、そうしたものを可能とするべきだという発言をさせていただきましたけれども、このことはですね、やはり地方自治、地域でできる、決められることは地域で決めていくと、そうした地域を、それぞれの地域の実勢を重視する意味でも、非常に重要なことではないかというふうに私も考えております。特に、なるだけですね、基礎的自治体などをできるだけ地域に密着した形にするためには、現在のようにですね、すべての地方自治体といわれるところは、
二元代表で議会と、まあ、首長がセットという形だとですね、やはりどうしても、まあ、先ほど来の確か笠井委員からの発言でもあったかもしれませんけれども、まあ、この間の行われましたあの地方自治体の合併等でですね、大きくなっていくと、まあ、人口が減少していくとかそういう状況の中でですね、どんどんと、まあ、そういった意味では基礎的な自治体が今の仕組みを前提にしていくとですね、大きくしていかないと、あまり逆に言うと小さいとですね、議会やあるいはあの首長両方の二元というのでは、効率も悪いとか、またコストもかかるとか、そういうこともあったりしてですね、なかなかその自治体自体が、基礎的自治体があのこの制度を維持するということだと、逆にこう、大きくなって、むしろ地域の住民の声というのがなかなか通りにくくなっていくこともあるんじゃないかと思います。そういった意味では、あのやはり基礎的自治体についてはですね、できるだけこう、まあ、地域に密着して、その地域の規模や等にもですね、応じて柔軟に運営ができるということを考えますと、あのこれはですね、あの全ての自治体が二元代表制ということではなくて、それぞれの自治体の、まあ、住民の皆さん方のですね、判断によって、考え方によってですね、議員内閣制のような形にしたり、あるいはシティマネージャーのような形にしたりと、まあ、そうした柔軟なあの組織の機構の形態をです決められるということが、より身近で、そしてあの声の反映される、そして、住民にとってですね、あの一番機能的な地方自治体の在り方として好ましいのではないかと思いますので、ぜひこうしたですね、地方公共団体の組織機構の在り方については、あの現行憲法をもう少し柔軟にしてですね、二元代表制以外のさまざまな形態がそれぞれの自治体において選べるような状況を作っていくべきだというふうに考えております。以上です。はい、ありがとうございます。次に船田はじめ委員。自民党の船田でございます。地方公共団体の組織につきましては、現在、現行憲法におきまして、首長、そして議会議員、それぞれ地域の人々の公選によって決まる、二元代表制という形を取っております。これはあのこれから先においてもですね、これは変えてはいけないものであると思っておりますので、この二元代表制は維持する形で、今後も憲法の運用をやるべきだと思っております。ただあの先ほど来、民主党の皆さんをはじめ、いわゆるシティマネージャーというような制度の導入についても、柔軟に考えよう、こういう話がございました。確かにあのアメリカの地方都市などでは、このシティマネージャーが相当大きな、権力といいますか、権限を持って、そしてあの町づくり、あるいは地域のさまざまな計画を立てていると、まあ、こういった実態も、我々もよく耳にするところであります。しかしながら、やはりあの地方自治の本旨というものを考えますと、このシティマネージャーなるものが、これがあの公の選挙を経ないで、選ばれるということになりますと、やはり、そこには、地方自治の民主制ということから見ていかがなものかという、まあ、疑念も、生じる可能性がございます。したがって私はこのシティマネージャーの導入などにつきましては、やや慎重に考えていくべきではないかというふうに思います。それから、地方自治特別法であります。これもあの非常にあの耳慣れないといいますか、我々あまりこのあたりは経験をしておりませんが、これはあの言うまでもなく、国会が他の地域とは異なる法律を一自治体に、この貸していくというときには、当然その地域の住民の意思を聞かなければいけないということで、地方自治を尊重する立場から、この地方自治特別法における住民投票という規定があると理解をしております。ただ実際にこれが発動いたしましたのが昭和24年から26年、ほぼ2年間の間で、15件しかございませんでした。その後は1件も該当するものがないということで、多分この役割というものは大変小さくなったのではないかと、このように思います。しかしながら、今後この憲法の中で、考えていく場合には、場合によっては
あり得る事態も想定をされます。したがって要件についてもう少し明確に明記した上でですね、この95条については存続をしておいた方がいいのではないかというのが私の考えであります。以上です。はい、ありがとうございました。次に松並健太君。この地方公共団体の組織機構のあり方についてなんですけれども、もしちょっと民主党さんの中で分かれば伺いたいんですが、今国の出先機構改革 の出先機関の改革法案を、閣議決定されて、随分私はあの法律は非常に素晴らしいもんだなと、後半にですね、別表に、その出先機関が関わる法律までを抜き出してきたと、こういうことは今まで、こういう作業されたことがなかったわけでですね、こういうことからアイデアをいただいて、私はさっきの条例制定権のですね、同州の専属的な立法権限を認める領域は別に定めれば本当に機能的にいくんじゃないかなということを考えたわけなんですけれども、しかし一方でですね、平成12年に同州制を掲げて民主党は同州制でいくんだとおっしゃってた時には、国の出先については同州とくっつける、非常に分かりやすい議論だったと思うんですけれども、正直申し上げてですね、国の出先を広域連合などに、これ移管するということはですね、本当に、それは過渡的な措置であって、住民にとってもそれはずっと直接選ばれた議員でない人たちが集まった広域連合をですね、その広域のために出先をそこに丸ごと移管するというのはあくまで過渡的な措置としては分かるんですけれども、将来同州制を導入せずにですね、こうした広域行政、例えば一級河川の管理、それから国道、農政、空港、特にですね、今はもうポートオーソリティで本当に港湾から空港から一括でですね、例えば関西なんかだったら一緒にやろうっていう時代にですね、同州制を導入しようということを判断しない理由がわからないんですけれども、そのあたりもしわかれば教えてください。竹政委員お願いいたします。はい、民主党の竹政でございます。この間維新さんからでしたかね、こういう、質問のやり取りがあったのは、その場は、会長の判断で認めていこうということだったんで、それぞれ の, 党のです、ね、考え方を、憲法の検証で述べるということで、これは幹事、会の方でも確認をされているという前提で、あえてご質問でありますのでお答えをさせていただきますが、先ほども触れましたが、同州制に対する考え方として、民主党はあくまでもやはり基礎自治体、住民に一番身近な基礎自治体を重視をするという考えが根本にあります。でその中で、やはり三層制の、中二階にあたる都道府県、この位置づけがやはりどうしても曖昧であるというようなことから、先ほど触れましたように、基礎自治体に例えば都道府県の役割を5年から10年で現在の3分の1から2分の1に縮小して、都道府県の枠組みを維持することは非効率になることも考えられますので、都道府県が自主的に合併、都道府県の枠組みをなくすこと、あるいは連合、都道府県の枠組みを残すことを組むことに加えて、自主的な集約による州、都道府県の枠組みをなくすの形成を選択できるようにすることも検討すべきであるということを、先ほど触れました2009年の4月の段階でまとめております。実際政権を担う中で、先ほど触れましたように、まずは国のその分担管理というその統治機構が各省各庁で縦割りであります。これにやはり横串を入れない中で、何ができるのかということが、その文献の中ではやはり問われるということが一つあろうかと思います。で合わせてその、文献、される側の、都道府県あるいは市町村、こういったところとのやはり、しっかりとした話し合い、これはやはり丁寧にやっていくべきだということで、都道府県のこの広域連合、これについては九州、関西、そして、中国、四国、こういったところから、手上げ方式で自主的に手を挙げていただいて、具体的に整備局やあるいは経済局、これを移そうという形で、昨年の11月に閣議決定に至ったことは委員ご指摘のとおりであります。やはり基本が基礎自治体であることと、
そして、やはりそのそれぞれの自治体の、まあ、自主性というものを重んばかるというか重視をすると、まあ、こういったところがやはり考えにある中での、まあ、選択肢の一つが、まあ、道州であるといった考えになっております。はい、ありがとうございました。松並さんもう一回ですか。はい、じゃあ松並さんどうぞ。あの攻撃的発言にならないように、はい、あの極めて温厚な人間でありますので大丈夫であります。まあ、あの今の議論でですね、基礎自治体の強化ということはあのよくわかるわけでありますけれども、まあ、あのこれ以上ですね、市町村合併を国主導でやれる今状況ではないと思いますので、我々は将来的にはそれはあの道州の下でですね、かなりこのシティマネージャー制云々というものも先ほどの考え方によればですね、それぞれの道州に地方自治法のかなりの部分を移管する形でそのもっと身近なところでですね、市町村の在り方とかですね、道州の在り方を決められるようにすればいいと思うんですけれども、まあ、今なかなか分かりづらいなと思ったのは、例えばその広域行政というものについて、果たしてそのさみだれでですね、一級河川の予算とかそういうものをですね、作っていくということはやっぱりかなり無理のあることで、どう考えてもですね、道州なし、そして都道府県の力はあの市町村合併をするのかどうか分かりませんけど、基礎自治体でというとかなりあの一貫性というのがなくなってくるんじゃないかということは指摘をさせていただきたいと思います。はい、ご指摘をいただいたということでお受け取りください。それでは第3の論点についてご発言ございますか。船田委員どうぞ。自民党の船田でございます。あの実はあの今あの第3番目の論点を先に申し上げたわけですが、ちょっと第2番目の論点ちょっと戻ってもよろしいでしょうか。はい、どうぞ。はい、あのちょっと時間が過ぎてしまいまして申し訳ございませんでした。あの第2番目の論点における、条例制定権のところでございます。でこれにつきましては、これまでも、さまざまなあの意見があり、地方公共団体の専属的あるいは優先的な立法権限を、憲法で書いてはどうかと、つまり地方のその条例制定の裁量をですね、非常に広く見ていこう、まあ、こういうご意見が、これまでにも出されてまいりました。ただ私はやはりこの例えば上乗せ条例、横出し条例、そういった法律の範囲を超えるその条例の制定というのは、これやはり法治国家としてこれをそのままにしておきますとですね、非常に、国の役割、あるいは法律の、その有効性というものが損なわれる可能性があると、このように思っております。したがって、法律の範囲を超える、条例の制定については、やはりこれは慎重に対応していきたいと思っております。なお、この上乗せ条例、横出し条例の適法性などについては、これは最高裁の判例などもちろん実際の裁判などによってこれはきちんと調整されると思っておりますので、この条例制定権を法律の範囲を超えて行うということについては極めて慎重に扱うべきであると、このように考えております。以上です。はい、ありがとうございました。笠井委員どうぞ。あの2点あの手短に発言したいと思います。日本共産党の笠井明です。今の条例制定権の話があったんですけども、あの地方自治の本旨に関わって、あの憲法のこの規定を受けて地方自治法があって、その中で94条との関係もあって、あの条例制定権というのがあると思うんですけども、問題はその憲法の規定通りに条例制定権に基づいて、例えば地方でその大型店を規制して地域の商店街を守ると、発展させるということができればいいわけですけど、それがこう具体的にどうなっているかといえば、やはり日米構造協議の後に大転法の規制緩和がどんどんやられると、それで大転立地法の13条で条例の制定権まで制約される条項が入るという事態がやっぱり起こっていると思うんです。だからその国が地方自治を条例法によって侵害するという事態が、やはりあの今回、まあ、あの要するに今
地方自治体で見ると全国各地でこのシャッター通りがどんどん広がるとかですね、そういう事態が広がったり、大型店の場合は競争の後撤退すればおしまいになるけども、その後地域見ると高齢化する社会の中で買い物のわからないということが広がると。だからこの点で言うと、地方自治の本質ということを本当に受けてやるということで言えば、国が政策として条例制定権を縛るようなやり方しないとか、憲法解釈とかその憲法を変えるという話じゃなくて、その憲法にのっとってやっていくならば、こういう問題本来解決できる問題がいっぱいあると、解決できる問題だということをで、やはりその点でも厳格にやるということが大事じゃないかと思っています。それから先ほどもいくつか最初の発言でもあったので、日本に永住する外国人の地方参政権の問題について付与すべきだという要求は当然のもので、我が党としても当面の急ぐべき課題だと考えております。現在我が国に60万人を超える永住外国人がいて、さまざまな問題を通じて地方政治と密接な関係を持って、日本国民と同じように地方自治体に対して多くの意見要求を持っていると。で、地方自治体は本来やっぱり全ての住民の要求に応えて、住民に奉仕するために住民自身の参加によって進められなきゃいけないわけで、外国籍であっても我が国の地方自治体で住民として生活して納税する、そういう一定の義務を負っている人々がやはり住民自治の担い手となることは、憲法の保障する地方自治の根本精神とも合致するものだというふうに考えております。そういう点で日本共産党としても、憲法の保障する地方自治の原則の立場に立って、永住外国人の投票権だけじゃなくて被選挙権などを含める地方参政権の地位の法案をすでに1998年に提案しているところであります。以上です。ありがとうございました。西川委員どうぞ。ありがとうございます。今の笠井議員のご意見に対して反論を申し上げたいと思います。地方参政権の問題ですが、今日本は国籍を取るため の、 障壁というのは非常に諸外国に比べて低いです。ある意味では本当に簡単に日本国籍が取れます。その中で日本に永住して政治にも参画したい、そういう思いがおありならぜひ日本国籍を取られて賛成していただきたい、そのことだけに尽きると思うんですね。あえてそれを取らないでなおかつというのは、何かそこに日本のこの国に対しての思いがやや希薄なのではないかとか、いろんな思いもありますけど、そういう意味でそこは明確に反対しておきたいと思います。それから地方分権、地方財政の地方課税自主権の問題ですけど、やはりこれはもうちょっと席を空けていましたので前の委員の方がおっしゃっていたら恐縮でございますが、やはりこの地方自治体においてもう完全にこの課税できる対象があるかないかで、こう日本の中でもう非常なる格差があるわけですから、これ課税自主権をこうどんどん進めていくということは大いに問題ありだと思います。その中でこの今日配られました第8章この資料の中の27ページ、大変象徴的だと思うんですね。全国の大都市と地方政令指定都市、そこの地方知事さんや関係者がみんな道州制導入を早くしてくれと。で、全国の、ある意味では小さな市町村の団体が反対している、この辺のことは大変重いと思います。ややもすると地方分権というのは、県レベルの段階で論議されがちでございますけど、実は日本の国境を守る一番の最先端にいるのは小さな地方の市町村でありまして、そこの意見がややもすると軽視されがちな中で、この問題は非常に大きな問題を含んでますので、この道州制論議は私は非常に慎重にしていくべきだと思っております。以上でございます。はい、ありがとうございます。笠井員どうぞ。西川委員からご指名いただいたので一言だけですがやはり私も申し上げましたけれども、地方自治の場合はやはり全ての住民の要求に応えて住民に奉仕するために住民自身の参加によって進めるというのが本質であって、外国籍であってもやはり実際にその住民として地方自治体に生活して納税の義務はあるわけです。一定の義務を負っている人が担い手になるということについては
憲法から見ても、先ほど立花部長からもありましたけれども、最高裁も憲法上禁止されるものではないということで言っているわけで、そこはそれぞれの意思との関係ももちろんありますが、そういうことで保障されるべきものだというふうに思っています。でもちろん国政レベルの話は別で、憲法でいうと国民主権とともに対外的な側面として国家主権を明記しているわけですから、民族主権をとする国家が世界の体制であるもとで、国政レベルの選挙権の問題は別ですけれども、地方については参政権についてはきちっとやっぱ保障するべきだと。そして、各国でもそういうふうに実施済みとか向けた検討が積極的にやれる流れがあるわけですから、日本もそれに加わるべきだということは申し上げておきたいと思います。やり取りいろいろあると思いますけれども、党としての意見の陳述でございますので、その点を一つ含みをの上どうぞ西川委員発言があれば。ありがとうございます。最高裁の判決の論拠となった中央大学でしたか、どこちょっと忘れましたが、憲法学者の方が自分は間違っていたという後年何年か後にそれを発言してます。園部さんなんですね。自分はこれは明らかに間違ってたということを発言していることでもお分かりのように、その論拠をある意味ではこの最高裁の付近のところは論拠を失っているわけですから、やはり地方自治の住人といえども日本国民であるというこの二重性、そのことはやっぱり大切だと思います。まして今の地方小選挙区制度ではですね、地方の一中でもうその大き、例えば政令指定都市の場合はもう2つに分かれて、そこから2人国会議員が出るわけですから、そういう意味でやはりこの地方自治体とはいえ参政権についてはやはり日本国籍が必要だと思います。以上です。それでは竹政委員どうぞ。はい、民主党の竹政浩一でございます。この95条の特別法の住民投票、これはそれぞれ地方公共団体に関わる法律について、住民投票で過半数をという、こういった規定はやはり存続すべきであろうというふうに考えるところであります。この憲法審査会でも今幹事懇談会では3つの宿題についても、特に18歳投票年齢について協議をしておりますが、3つの宿題のうち、2つ目は国民投票運動と公務員の政治的行為の制限について、そして、もう一つが国民投票の対象の拡大についての検討についてということで、18歳、選挙権実現等のための法整備についてと、この、3つが、本審査会でも、3つの宿題として、残っているわけでございます。その、国民投票の対象拡大の検討については、我が党では、平成18年5月26日には国政における重要な問題に係る案件も含めるという法律案を提示をし、そして修正要項では3つの案を提示をいたしました。国政における重要な問題に係る案件、そして憲法改正を要する問題、または憲法改正の対象となりうる問題、そして具体的制度設計のあり方を憲法審査会で検討と、3案を提示をし、参議院に提出した対案修正案では、1、憲法改正の対象となりうる問題、2、統治機構に関する問題、3、生命倫理に関する問題、その他国民投票の対象とするにふさわしい問題として別に法律で定める問題、ということを提示をしております。こうした観点からも、この広く国民に意見を聞く、やり方、また特に当該自治体の意見を聞くという観点から、95条は存続すべきであるというふうに考えます。はい、ありがとうございます。次に斉藤哲夫委員。はい、会長ありがとうございます。先ほど論議になりました定住外国人の地方参政権について、大口同僚の大口委員の最初の意見表明にもありましたけれども、我が党は相互主義という立場でございます。今日配られました修憲史第83号の51ページ以下に、諸外国における外国人への参政権付与状況という表がずっと載っております。
地方レベルの選挙権につきましてはこれを認めているという国がほとんどでございます。まあ、EU だから当然だという反論もあろうかと思いますが、 EU 以外の国におきましても、地方レベルでの選挙権を付与されている。で、日本人がその国に行っても付与されているわけでございますので、相互主義に基づくべきではないか、まあ、これが一つ。それから、まあ、税ということを考えましても、まあ、地方税につきましてはいわゆる町内会費的な要素があるというのが通説でございます。したがって地方税の中に一定定額部分というのが入っているわけでございます。まあ、町内会費は町内に住んでいる人たちがお互いに負担をして、その町内の運営については住民として話し合って決めていこうということでございますので、そういうことを考え合わせますと、このその地方税をどう使うかということを話し合う地方議会 に対して選挙権を持つということも一定の私は論拠があると、このように考えておりますし、公明党はそういう立場でございます。ありがとうございます。葛西にどうぞ、意見の開陳に届けてください。はい、開陳で一言だけですが、憲法が規定する住民というのに国籍は全く関係ないというのが一般的理解で、国籍の取得をその強要することの方がおかしいというふうに思っております。で、住民自治に日本への帰属は関係ないというのが一点我々の考えです。もう一点は95年の最高裁の判決の園部、元判事ですが、その後で発言をされていることについては私も承知しておりますけれども、判決文そのものに憲法上禁止されているものではないと書かれているのは間違いない事実でありまして、それ以外にも2005年にも別の判事がやった判決の中でも同趣旨のことがあるということは事実として申し上げておきたいと思います。以上です。ありがとうございます。松並委員どうぞ。はい、で、定住外国人の地方参政権については我が党の場合はこれを国民に限るということはもう先ほど述べたとおりでありますけれども、今斉藤幹事がおっしゃったようにですね、まあ、もし導入するんだったら相互主義というのは非常に今筋の通った話だとは思いますが、EU の例を出されましたけれども、 EU でもこの定住外国人を認めるときにですね、まあ、国によっては憲法を改正したということを、まあ、以前私も読んだことがありますので、もし仮にですね定住外国人の地方参政権を認めるのであればですね、我が国もそれは憲法に書き込むべきだというふうに我が党は考えます。ありがとうございます。江藤委員お願いいたします。定住外国人の参政権の問題ですが、私は日本国籍を有する者がこの参政権を有すると、まあ、党の意見と同じなんですが、外国と違いまして我が国は国境の離島ですね、国境離島をたくさん持っています。例えば与那国島と、ここに参りますと議員の数は確か6人か7人なんですね、そして150票ぐらいで当選と、そして、先般私が行ったときには自衛隊のいわゆるレーダー移動基地を作ることは賛成、今度行ったら今度は微妙になっておりましてね、その同数になってしまうとかですね、その時にもしその国境離島の与那国にあってですね、定住日本国籍をなってないものが150人でも200人でもそこに移住してですね、したら議会のいわゆるその賛成反対ひっくり返っちゃうと、こういうことはとうとうあります。ですからEU 等のヨーロッパの国のようにこの陸続きのところと違いまして、国境が我が国は領土領海領空の国境線がある、それからさらに排他的経済水域の問題があり、非常にですねセンシティブな問題があります。そういう中にありまして、私は、いわゆる住民自治地方自治というのは非常に重いものでありますから、党の言うように定住外国人の地方参政権というものは国籍を有するものでなければならないと、
このように規定すべきだと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。それでは他にご発言ご希望の方いらっしゃいますか。じゃあもういいか。それでは他にご発言がないようでございますので、これで自由討議は終了をいたしました。次回は広報をもってお知らせすることといたしまして、本日はこれにて散会いたします。ありがとうございました。